皆さんこんにちは。こんにちは。バンダイナムコエンターテインメントの古谷と申します。ナルティメットストームトリロジーが全世界発売を迎えたことを記念しまして、こちらのナルティメットストームシリーズ、ナルティメットシリーズの、制作スタッフによる座談会を今回は開催させていただきたいと思います。今回は、ナルティメットストームシリーズの魅力について制作スタッフとともに語る座談会となります。それではご覧ください。どうぞ。今回語っていただく制作スタッフの皆様はこちらの皆様です。ナルティメットシリーズ開発を行っております、サイバーコネクト2代表の松山でございます。今日はよろしくお願いいたします。ナルティメットシリーズで、アートディレクターやってます竹下と申します。よろしくお願いします。ナルティメットシリーズでシナリオを担当しております藤野と申します。よろしくお願いします。私はアクセルシリーズのプロジェクトリーダーやっておりました石橋と申します。よろしくお願いします。ナルティメットシリーズで、プログラマーを担当しておりました常岡と言います。よろしくお願いします。ナルティメットストームシリーズのプロジェクトリーダーをしておりました西川由紀です。よろしくお願いします。第1回の方ではナルティメットシリーズですね全体について語らせていただきました。今回はですねプレイステーション4のこのナルティメットストームトリロジー、こちら 1,2,3 作品が1本 PS4 で遊べるという作品が出ましたので、こちらでプレイステーション4で4まで全部、ナルティメットストーム4までですねこちら全部遊んでいただけるようになりましたというところで、こちらのストームシリーズの 1,2,3,4 ロードトゥーボルトまでこの4作品からのプラスロードトゥーボルトですね、この5作品についてぜひ深いところまで魅力を語っていきたいなと思います。ストーム1からも、考えると最初そのすごいいい作画っていうのをみんなで研究して、はい、そのまあ、初めて超アニメ表現っていうものに着手し始めてやってきたところから、ストーム2ではさらにそれに劇画調って呼ばれる、はい、その一瞬こう見てる人の心に残るような作画をまさに地雷のところでこう入れたりとか、はい、そのインパクトのあるところに入れてたり、じゃあストーム3は今度どう進化させるんだっていうので、試行錯誤して、今までがこうアニメ調で動いてた後にババンってなった時にちょっとこう全体が水彩っぽくなってこう透明で演出するっていう、まあ、これ結構有名な歴史あるもう何十年も前から使われているアニメの演出手法としてあるんですけども、ストーム3では結構意図的にその演出を入れましたね。ドラマが結構ほら戦場で、まあ、戦ってるっていう言葉もあって、ね、あのまあ、人の生き死にが結構表現される、シーンでもあったんで、はい、ドラマを大きくな表現つけるためにそのアニメーションで当たり前に使われている、技術、最先端のアニメの技術ももちろん取り入れてますけど、手書きで作られてたようなアニメの手法っていうものも、はい、あの取り入れて作ってますね。超アニメ表現だからこ そ, そのアニメの手法を重ねることができるってことですね。そうですね、ずっと連作続いていく中で僕らも成長していって、いろんなレイアウトだったりこういうその作画、いい作画があるんだなっていうのを勉強してはそれをどんどんいいものを入れていくっていう形でどんどん良くしていったっていう形です。アートに関しては、それがこうワンツースリーに進化していって、そうですね、ぜひそういう点も見れると思うので見ていただきたいなと思います。ワンツースリーはそれぞれシステムが違うので、はい、あのそこもね、なんかこう見どころの一つだと思いますので、2のバトルが好きっていう方もこれで遊べますし、はい、3のバトル好きっていう人も、うん、それぞれみんな全部遊べちゃうっていうのが先ですよね、はい、インターネット通信体制もできちゃうんでね、この4で、うん、そうで新しい2は2でできるし、3は3でできるので、はい、まあ、PS4 1本でね、はい、あの遊べるようになっているので、ぜひ全世界のユーザーと対戦できるっていうのを魅力に感じていただきたいですよね、はい。結構この通信対戦に関しては遊べるモードは同じなんですけども、うん、実際のプログラムの作りに関しては、まあ、今回あのさらに最適化というか、うん、より遊びやすくなるように充実してるんですよね、はい、ストーム2から、通信対戦の方が入ったんですけど、まあ、その当時、まあ、初めて通信対戦をやるっていうタイトルでもあったので、なかなかその一番最適にっていうわけにはちょっとなかなか実装がいかなくて、トリロジーですとそういうタイムラグとかも、できるだけ少ない状態で、快適に遊べるように作ってありますので、わずかの その瞬間瞬間を争う戦いだと、そういうところって重要ですもんね。そうですね、自分の実力を 100% 出すためにもそういったところの改善っていうのは大事なところですよ ね、はい、どんどん積み上げていったものが、トリロジーに入っているのを言ってもらえばと思います。久しぶりにこれで通信対戦やったら、あれこんなに戦えるのかみたいになったりも感じるところもあるかもしれないですね。そう思うんじゃないかなって思いますね。ローディング
ディングも当然改善されてますね。されてるよな、当時より。対戦アクションやるのにそのローディングって短ければ短いほどいいじゃないですか。そうですね、はい、繰り返し遊びますからね。ミニゲームいっぱい作ってたよ。木登りとかなんかそういうミニゲームをいっぱい遊べて、これね、実はあの過去のナルティメットヒーローシリーズの時に、はい、あの入れてた木登り修行の遊びだったんですけども、はい、まあ、ストームの1って少年編のいわゆる、まあ、ストーリーをもう一回やるっていうところにあったんで、はい、やっぱあのちょうど波の国編で、はい、ナルトとサスケが修行してた木登り修行ってやっぱナルトって修行もこう印象的じゃん。印象ありますね、うん、なんでこうストーブでは久しぶりに木登り修行を、作って PS3 なりのクオリティでね、やったんだけど、これデバッグおもろかったよな。すごいこうシンプル操作なんですけども、こうアイテムを取るとどんどん加速していくっていう、地味に開発スタッフ同士で、はい、こうタイムを競い合ったり。森林レースって言われてるナルトの原作とかでもよくある、はい、森の中を駆け抜けて誰かを追っかけるとか目的にありますね。特に少年編多かったもんな、就任試験とかの時はよく問い合わせますね。そうですね、そういったところもあのミニゲームにして作ったんですけども、これもスピードアップのアイテムを取るとどんどん加速していくんですよね、うん、はい、何個か取ると勢い余って森の上まで突き抜けて空をやっぱ飛んでいくっていうですね。結構そういった表現もですね、こう我々の方からいろいろご提案させていただいて、はい、これはこれであの新しい面白さのミニゲームができたんじゃないかなっていうふうにはちょっと当時感じてます、ね、アニメとか漫画とかでも見たことあるシーンをなんかそうプレイできるっていうのはちょっと一個面白いですよね、やっぱり、うん、ストーム2のさ学生の隠しコマンドの手裏剣の話しといたほうがええんちゃう。隠しコマンド、隠してない。俺ほんと隠しコマンドなんですね。いやだから出ない人もいるんですよ。チャクラ手裏剣を発動させると相手であるイタチもそれを送ってきて、それがガキーンってなって操作演出が始まったと思ったら、そこから連打合戦なんですよ。ありますあります。ただ3はあのヒントがあるんですよ。そうそうそう、バトル中になんか何か隠されてるよ。でも2はノーヒントなんですよ。ノーヒントだよ。だから完全に隠しコマンド。リフランセの人はもう全然見ることできないです。いや、なんならあれもともと作る予定なかったです。ふーって笑ってるから、そこで。いや、あれはもう入れたいがゆえにですよ。はいはい、制作しては、もう絶対入れたいみたいなことで入れたんですよ。だから、2でそういう拡張までできないやつを入れたから、次にはそれをもうちょっとこう、お客さん誰もが楽しめる遊びにしていこうぜって、あの進化したんやな。取り押しはね、本当あの、ストームシリーズのある種、なんか定番って言ったら変だけども、ね、すごく1本で豪華で贅沢なやっぱタイトルにもなってるし、はい、全部なんかこう定番タイトルとしてね、今からもし PS4 を買われて、はい、最初にやっぱ遊ぶゲームっていうんだったら、あのやっぱこのトリロジーからね、ぜひ欲しいなって思いますし、なるだけこう長くね、あのお店でも売り続けてほしいなってやっぱ思いますね。はい、ナルトの物語も最初から遊べるっていうところが1個の魅力でありますからね。はい、まだまだ話は続いておりますが、気になる続きはまた次回ということで、はい、ではまた見てください。見てください。じゃあねー。